規律を。やったわ、ついに捕まえた。命運尽きたわね。もう一度言うわ、地獄への旅路を楽しみなさい。なかなかやるな。いい罠だが、鎖が少し。静かに。この辺りの人を食い物にしているデーモンがいるの。盗賊どもがあなたの噂をするのを聞いててっきり。まあハンターだったから当然か。ジャジ。はい、あなたが何を探しているにせ。それじゃ。面白い娘だ。彼女の言うことが事実なら用心しなければ。だが横着の部品なしでは帰れない。待ってくれ。扉は封鎖されている。どこかに開ける術があるはずだ。あの怪物が横着の部品を守っていたのか。多くの者が犠牲になったのもうなずける。生きてたか。いやいや当たり前か。いやいやいや、さすがだ。
それで。ああ、すごい輝きだ。これが次の地図だ。だがヘッドピースは誰の手にも渡らぬよう願いを込めてファヒールと共に。心配するな。現実の中をちょっと覗くだけだ。その危険なものが残ってないか確認しないとな。到着したね、王爵の部。不思議な魅力があると思わない？私の仲間たちと話すために。ほら、努力の対価としてこれを受け取って。墓の中では気をつけろ。かつての王国の恐ろしい秘密が眠っている。暴かれることは決して望まないだろう。秘密は砂の下で闇に潜んでいる。多くの旅人が王爵を手に入れようとしたが、どうなったかは言わなくてもわかるだろう。結局王爵は未だ砂の下に埋もれているのさ。あたりに邪悪な魔法が漂っている。王爵の部品がまだここにあるなら、きっと墓所の一番深いところだ。像が足りない。財宝は誰にも渡せない。いっそ燃やしてや。
残る封印は一つだ。憎悪が足りない。憎悪が尽きた。憎悪がもっといる。憎悪が足りない。力を貯めている。我が怒り思い知るがいい。奴隷め、死者を冒涜することは許さん。正義です。神を守れ。
用が尽きた。憎悪が足りない。足りない。憎悪が尽きた。足りない。憎悪がもっといる。準備がいる。憎悪が尽きた。少し待て。憎悪が足りない。力が戻った。我が怒り、お